瀬監督は20年以上にわたってカンヌ映画祭に参加されているわけですけれども、ここ数年の女性の立場や環境についての変化についてどのようにお感じになっていらっしゃいますでしょうか。20年長いようであっという間っていう感じですけれども、あの頃カンヌで最初にモエノスザクが新人監督賞をいただいたのは、若干27歳の時だったんですけれども、あれよあれよという間にそういう受賞、そして帰国時のこう皆さんの反応みたいなのを目の当たりにして、まあ、本当この女性っていうことが冠についちゃうんですよね。それがイコール特別っていうことになるので、男性の監督だと映画監督っていうだけなのに、女性だと女性映画監督っていう、まあ、それはすごく特殊なというか、なんかそういう扱いなんだなっていうふうに感じてました。そして、受賞の舞台に乗る時も、カンヌの、こう、パブリシストの人たちとかがいるんだけど、なんかその人は女性なので、女性があの舞台の上に乗るということが私たちの誇りよみたいなふうに言われた時に、あ、そういうことなんだっていうふうに、すごくこう、欧米の人たちがそれを意識してるっていう感覚があったんですけど、最近は本当に例えば映画学校とかでも女性のこう人たちが入学してくる数が増えていて、本当になんかこうそれを志す人の数は増えてきたというような段階で、でもやっぱりそのカンヌでも例えばニコール・キッドマンさんと70回の時にお会いして、審査員以来3年ぶりかななんかでお会いして、今年はコンペに女性監督何人入ってるみたいな、なんかそういう話題になるっていう感じだったので、やっぱりその数としてはその舞台に上がれる数はそんなにもしかしたら変わってないのかなっていう感じが、うん、その中で今年は朝が来るが2000、はい、スペシャルはい、選ばれたということですけれども、はい、辻村瑞希さんの小説を原作として朝が来る、うん、母となることとか、うん、あるいは母性、はい、そして不妊治療、特別養子縁組など社会テーマも盛り込んだ今日的なヒューマンドラマですけれども、河瀬監督はこの原作のどの部分に惹かれてまずこの作品を映画化しようと思ったんでしょう。ね、そのやっぱりこう女性を取り巻く問題っていうこともあるんですけど、その人間がこう誰か他人と共に暮らし、そしてそこに新しい命がやってくるっていうような部分で、その新しい命のところの眼差しっていうのは子供なので、その大人目線でしか描けないんですけど、その子供の立場でこの作品を見せる部分っていうのがやっぱりとても重要。それがこうリアリティがあれば、この子たちがきっと未来をまた何か新しい方向に変えていくんじゃないかなっていう、そんなことも感じてましたね、うん、主演を演じられた長作さんいかがでしょうか。里子というのは大変複雑な役柄だったと思うんですけれども、演じたことによって考えたこと、気づいたことなどございますか。里子というのはやはり女性としてきちんと会社でキャリアを積んでしっかりした女性なんですけれども、やはりいざ家庭に入って女性としてたくさんの困難にぶち当たってきたときに、なんか結構やっぱり心がグラグラっていうか、ちょっと透明になるっていうか、芯が少し薄らぐ感じがあったんですね。で、そのグラグラ感っていうのがやっぱりこの役の中では大事だなと思ってきて、やっぱり生きるって全てが決断で、決断をしてもイエスかノーかっていう決断をして、決断した人がやっぱり前に進めるっていう思いがあるので、ですから彼女のメインの戦いというか、女として生きるっていうことを選んでいく選択は、結婚してから会社のキャリアではなくて結婚してからのなんか選択が、この里子という人の女性の場合は大きかったのかなと思いますね。女性というと、もちろんその外で働いて女性が何かを快挙を成したって言われると、やっぱり聞いてた女性がって思って、私も嬉しい思いはしますけれども、女性はやっぱり担うところがやはりたくさんあるという印象があるので、ですからどこが一番とも言いにくく、そして結果そのたくさんを何足もわらじ履かなければいけなくなっていく女性っていうことに、これが耐え抜ける女性じゃないとこの先いけないんじゃないかなと
思っていて、ですから、まあ、女性が今後体力をつけていく必要があるかなと思ってますね。もちろんそれをやっていく上で男性もしくはその人の周りにいる人の、影響というかその理解がもちろんすごく大事になってくるなと思いますね。家族の中だったりとか、なんかその助けもあって前に行けるような気がするから、やっぱり男性女性とは言いながらも双方の助け合いは必要かなとは思いますね。清和はどうだったの、その、なんかそのこういう里子を前にして、はい、清和くんはどうだったの、うん、清和はあのね、こう抱えてるものがあるからこそ、うん、そのあの、ま、こう、ま、妻であり、うん、母である里子の前にどう立つかっていうのが、うん、やはり一番なんかこう、ま、難しかったところと、うん、ま、言ってみればもうそこをどうこう向き合ってられるのかの一点を常にこうずっと考えていたと思います、うん、撮影中は、うん、だからその母として妻として里子がその家族の中でどのような、うんうん、どのようにこうあの、まあ浮き立ってくるのか、そのために、うん、こう問題を抱えている、夫として父としてのこう態度をどうぶつけていくのかとか、うん、であとはこの3人で家族、まあ、3人でいるときに、まあ、その、父としての、未熟さ、うん、夫としての、まだ、まあ、つたなさ、未熟さとか、っていう、うん、その弱い部分も、しっかり表せれるように。うん、で、かつ、夫として、父としてのその強さも、ちゃんと、強さを持って向き合えるように、でその中でどんな表情が、うん、里子がするんだろうかとか、どんな言葉がしおり出されてくるのかとか、うん、っていうのをなんか意識してずっと向き合っていったと思います、うん、私2人を並んでもらって見てた時に、里子、まあ、長作ちゃんの方がしっかりしてるなと思ったんですよで、はい、新田くんの方がやっぱりちょっとこう自由でで、まあ本当ここまである意味失敗のない、うん、ところを歩いてきていて、まあいる新田がっていうことよりも本当に清和がね、清和がそういう人で、で例えば子供を授からない原因が自分だった時に、その離婚っていう選択もあるんだよっていうふうに言うじゃない、あれって、まあそれを聞かされた里子っていうのはそれはないなっていうじゃないですか。でそこは里子にとっての、まあ、ある意味清和に対する母性みたいなのもあるわけですか、うん、なんちゅうのこの人子供なんじゃないかなみたいな、あなただけが悪いんじゃないじゃない、私たち一緒に生きてるんだからみたいな、その自分は、子供が作れない男性としてその能力がないっていう知った時の落胆ぶりがすごかったね。もう忘れられなかったんでしょうね。で母性、ある意味母性なのかもしれないですけど、ほっとくわけにはいかないとも思ったし、どうすればいいのかってずっとそれのことだけ考えてたからだと思うんですけど、あと、もうね、里子がやっぱこの人を選んだっていう、うん、その事実があるなっていうことしかないと思うんですよね、うんうん、そうだね、里子は一度この人を選んだ、うん、この人と一緒に築いていこうって思ったじゃない、うん、思ったじゃない一緒にっていうことじゃないですかね、うんうん、だからここで終わらすってなんか違くないっていう、うん、ことだったと思うんです。それが正しいかどうかなんかもちろんわからないんですけど、うん、それはないなっていうのは、うん、分かんないけどないと思うっていう感じだったんだろうなと思います、ね、あれはね絶妙だったね、セリフになかったけど
だってセリフにないこと言うんですもん誰が仕組んだんですかみたいな普段の生活の中では母親ってなんだろうみたいなねことって考えることってそんなにないと思うんですけれども、こういう作品に出られたことによって母についてとか女性、まあ、産んで育てる性みたいなについて何か新たに考えたことはありますか？母について考え続けてますよ。そうですか、はい、これは偏見ですよ特に男性はきっと母についてはずっと思いがあるんじゃないでしょうか、はい、なのでそのやはり自分の中には一番まあ、もちろん妻として母としてのその存在もいますし、自分自身の母親という存在も大きくいますし、でそのがある中で長作さんが演じる里子のその母としての存在や、この作品でのその母の存在っていうのはやはり僕の中ではぶれなくやはり強くたくましく優しくっていうやっぱそういう存在でいるな、描かれているなっていうふうには思いました。河瀬さんにお聞きしたいんですが、はい、この作品はフランスとの資本が入っている作品ですよね。でいつもフランスのとのお仕事もたくさんされていると思うんですけれども、この今回の養子縁組ですとか、それこの里子が置かれた状況っていうのはある種日本ならではの状況もあると思うんですけれども、うん、そういうものを海外の方に見ていただいたりとかプロデューサーと話す上で何か起こってきた葛藤みたいなものありますか？今回の作品はフランスの資本は入ってないですないんですけど、作業の中で、仕上げ作業をほとんどフランスでやりました。前の作品とかと同じように。で、編集の段階でやっぱり向こうのプロデューサー、まあそれはセールスカンパニーのプロデューサーだったりとかするのですけど、こう編集マンの人もそうなんですけど、例えば特別養子縁組した時にこの NPO 法人の代表が条件としてどちらかお二人には仕事を辞めてもらい、まあ、子を育んでもらわなければいけませんと、まあ、これは絶対条件ですみたいな風に言うのね。でそこでなんで女性が辞めなきゃいけないの仕事みたいな風なのはすごいこう言ってた、うん、みんな、うん、で、まあ、里子はそれをしたかったというか、それは自然の流れでしてると私は思うんだけれども、役割ある役割として、うんうん、だけどそれに対してすごい反発あったね。あ、もうスルッとそうなっちゃってることが、そうそうそう、話の中でここで話し合いはなかったのかっていうこと。そう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 。それは日本がそうなんですか、うん、世界養子縁組はやっぱり欧米ですごいもう普通にあるし、うん、血のつながりだけじゃないところでの家族の育みっていうのはたくさんあるんだけれども、日本というのはどうしてもそこを隠す文化がまだまだあって、うんうん、でその時にじゃあ養子をもらうっていう、でみんなキャリアがあるどっちも、なんで 女性なのっていうのはすごい不思議なことと知られた。外国はどちらが辞めてるの？多分両方とも仕事は続けるはず。ね、何があるかわからないとか考えると、まあ、持ってた方がいいと思うし、うん、なんか私でもその養子縁組の、面接を受けさせてもらったじゃないですか、うん、でもその時にそのこととどんな子供が来たとしても受け入れますかっていう2つの質問があったんですけど、それを承諾するにあたりすっごい覚悟が必要だなと思いました。でその時点で覚悟をさせられるんだなと思ったんです、うん、覚悟をさせられ、そして覚悟をする、うん、子を育てるっていう、だその、まあ、その時点でさっきの言ってた空洞みたいなのを埋める作業がちょっとあるんだなっていうのはちょっと思ったんですけど、うん、ね、なんかただ、うん、男性か女性がって言ってなるとそれはまあもちろん話してもいいかもしれませんけどね、うん、多分なんかあれかな、向こうだとその話し合いのシーンを入れるとかね、うん、どういう経緯でじゃあ里子が仕事を辞めてるんだみたいなこととかをもうちょっと明確に描いたかもしれないけど、ね、うんうん、だけどそれは日本はまだそういうことなんだよね、うん、みたいな風なこととして、なんだろうな、
僕たちにはないものを見せてくれてるっていうようなことだったですね。これがまたね、世界に、ね、あの方に見ていただいたら、またそういうリアクションがいろいろ出てきて、はい、面白いかもしれないですよね。あの、先ほど一番最初の方にその20年ぐらい以上もお仕事をされてきて、最初、はい、あの女性監督として、まあ、かつてはその女性監督はすごい少なかったと思うんですが、うんうん、最近はすごく増えてきましたよね。で、日本映画界でもどんどん変わってきてると思うんですけれども、はい、川瀬さんは日本映画界における女性の立場ってどんなふうに変化しているというふうに感じていらっしゃいますか？なんかうちの現場女性多いんですよね、スタッフもね多くない？多いですで、それはまあ本当に照明さんだったりも撮影部もいるし、まあ衣装メイクはもうそうだし、うん、で演出部もそうなんですけど、うん、ほぼなんか半分ずつぐらいでいてたりとかするので、あの現場に女性が川瀬組の場合は増えてきていますね。最初の頃はやっぱり少なかった印象はあるんですけど、うん、うんうん、長作さんはいかがでしょうか？現場でやはり川瀬さんのような女性監督がたくさん出てこられてますけれども、もちろん男性の監督ともたくさんお仕事をされていると思いますけれども、はい、そうですね、やはり女性の監督は少ないですよね。うん、あの何度かやっぱりお会いするけどお会いできなくなってしまう監督もいて、難しいとこですよね。現場大変ですからね。あの大変タフな人じゃないとなれない。まず第一にそれがあるので、ね、タフな人しか生き残れないんでしょうね。うん、私のことどう思う？どう思う？なんかほら、なんかイメージ多分ね、こうすごいこう強いことを言ってみんなを動かしてんじゃないかみたいなことを思われてると思う。あ、はいはいはい、あ、ね、そういうあ の, のはちょっと違いますね。なんかその周りの言わされてないですよ。僕があの川瀬監督に本当にあの一番感じたことは、川瀬組に参加させてもらって感じたことは、やっぱその純度のやっぱ高さというか、映画を作りたいという監督のその純度がものすごくて熱くて清らかだったんですよね。できっとスタッフみんな、俳優部もみんなその熱さと、あと何でしょう、こうもちろんどんな監督でも自分のご自身の作品作るのは真剣なのはもう当たり前なんですけど、その当たり前の度合いがやっぱりもうすごいこう超えてるというか、もうオリジナルなんです。あの真剣さの度、あのがオリジナル でやっぱみんなそこに引っ張られるんですよね。であの監督が目指すものをやっぱ見たいと思うし、一緒に見たいし、やっぱそこに参加して一緒に作らせてもらっていることにだんだんやっぱ喜びを感じるんです。でそれは俳優部が感じるということはもうあのほぼほぼずっとあの寝る以外一緒に現場にいるスタッフの方たちはもうもっと強く感じてるだろうなって思います。だから監督があの太陽がもう西から上げたいって言ったら、もうみんなそれをどうやってやるかって本気で考えるぐらい、それぐらいのそれはなんかそのなんかものすごい力でなんかこう人を操ってるじゃなくて、川瀬監督 あの映画作りのこの志にみんな引っ張られてるんだなっていうふうに感じました。僕もやっぱ引っ張られちゃいましたもん、すごい。だからあのいやこんなもうここで気絶なんか芝居しながら気絶しちゃってもいいやと思うぐらいのギリギリの気絶仕掛けてましたよね。それぐらいなんかやっぱこうなんかやっぱ全部捧げなければいけない。まあなんか本当ある意味裸になってくれたかなと思いますね。新田くんはもうあの本当にあのシーンでもうこれ全部もう脱んじゃっていいやみたいな、こう自分の集大をさらけ出していいやみたいな風に、居酒屋のシーンでね、なんかやっぱうんこれ出してくれてるなと思ったから、私はもうそれ最後まで付き合おうと思ったし、私もねそうしてくれたら。で長作ちゃんの場合はなんか私昨日考えたんだけどさとかって、あるそのシーンでこのセリフを足したいって言ってくれたのがあって、でもみんなまだこうこの辺はわちゃわちゃこう
みんな準備とかしてる時に長崎ちゃんとこ台所のとこで、うん、聞かせて今やってみてとかって言って、うん、でやってくれた時にもう私うわーって涙出てきて、うん、それはさっき長崎ちゃんが言ってくれたこの人探してるんだよなっていう、その探してるものに出会わせてもらえたっていう喜びだったあ、ね、うん、さとこがそれを一緒になって探してくれてたんやっていうのがあったからすごい泣けてきて、うん、やっぱそれは俳優の皆さんと自分がこうバシッて同じ方向を向けた瞬間っていう、うん、それはね最高です。現場においてやっぱ物を作るというのは何にもないところにみんなでそこで何かを作る作業なわけで、私は監督だからやっぱり例えばそこに問題が見え隠れするとその問題を誰かに指示してあれを何とかしとけっていうことではなくて、本当にある意味リーダーシップっていうのはその問題をどうすれば誰が何をすれば解消されるのかっていうことを客観的に見れる人なんじゃないかなと思っているから、そうですね、うん、そしてある程度の目標があるっていうか何かしらの目標、うん、こうしたいっていう漠然とでもそれがある人なんだろうな、やり方はちょっと分かんないんだけどでもこうしたいのっていうのが多分必要、あの辺にあんねんけどっていうのが必要なのかなっていうのが思います ね、 そうね。あえて長崎さんと井浦さんにお伺いしたいんですが、あの、まあ、無粋だと承知なんですけれども、川瀬さんとお仕事をされて女性ならではの監督だな感性だなと思うことはありましたでしょうか。はあ、僕はあれです、やっぱ巫女的な、うん、巫女ね、あのやっぱそのちょっとこう神がかるやっぱ瞬間っていうのは、あの監督のそのなんでしょう、特に自然と、なんか自然を決して操ってはないんですけど、でも自然とこう共鳴している瞬間がやっぱり監督あるんだなっていう、なんかあと自然を読めるというか、なんかそこがあのただ自然が好きだからとかじゃなくて、もうあのちょっと巫女がかっているというか、やっぱ監督なんかそれはやっぱりこう男性監督にはこうあのもない能力というか、あれかな、なんかまあ、ちょっと一概に言うわけじゃないんだけど、男性の方がこう物事をある意味こう決めてかかるというか、うん、そうしないとプランニングできないからって、ある意味本当真面目なんだけど、女性の場合もうちょっとおおらかで、うん、あのもうちょっとその未来をアバウトに考え、そうであったらもうちょっと泳げるっていうか、うん、だから自然の、うん、そういうところも選択肢がこうある意味ちょっと楽しめますよね、うん、私やっぱり女性の監督とか女性とやってて何がいいかなって、やっぱあの細かいことに気づいてもらえるっていうことがすごく大きいですね。女性がいると良かったって思うのは、なんかちょっと違う気がするって、あ、分かるって、これだけで通じるっていうか、うん、だから小物を選ぶ、衣装を選ぶっていう時から、うん、なんかこの人これ着いへんやろみたいなのとか、これ着るとかそういうのがから入っていく、あの詳細をこう詰めていく感じっていうのはやっぱり女の人だなと思うんですよね。ただまあ現場に行ったらあの高みが上の方目指してるんで、もうすごいあの風呼んで用意スタートみたいな風呼ぶってどうするんですかみたいなでスタートかけられたりとかして、その大胆さも女性だなと思うし、うん、なんかそのこの振り幅がやっぱり女性の方が大きいんじゃないかなっていうのは気がします。川瀬監督は先ほど、はい、あの川瀬組は女性側の方が多いという話がありましたけど、はい、それは意図的に選んでらっしゃるんですか。いや、そんなことないんですけど、今多分私が言ったようにもうちょっとおおらかに考えてくれる人っていうもので、一緒にやれるかどうかっていうのをこう判断した時に、別に女性の方が、うん、大丈夫だよって言って、その境界をね、例えばその、メイク部が
あのドラム缶持ってあの煙焚いてるとかっていうのもうちの現場はあったりする。でも本当にジュリエットとかが山中入ってくれてどうしようとか、まあ、本当こうすごい女優さんがや俳優さんがやってきて奈良の山の中でどう過ごすんだろうとか、みんな男性の制作部とかすごい必死で考えてるけど、彼女はもう軽やかにあの私がこれを持っていけばいいのみたいな荷物持ち場でやってくれたりとかするような、そういう軽やかさが ある人が多いかもしれないですね。まあ、あの私の範囲はここまでではなくて、その範囲を軽やかにこう超えて共存し合えるような人っていうのが多いかもしれないですね。本日は興味深いお話をありがとうございました。ありがとうございました。